おはようございます、今日の日付何日でした4月の、4日です。4月4日おめでとうございます。おはようございます水曜日のベジラジです。時間です。どうも、はい、今日もよろしくお願いします。福田康之です。はい、FM 小座のマナです。はい、はい、今日もよろしくお願いします。ちゃんおかさんからメッセージ おはようございますということで。おはようございます。ですね、先週なんですけど、はい、東村の、はい、高江っていう部落がありまして、はい、まあ、今部落っていう言葉使うと、怒られちゃいどうぞ皆さん怒ってください、はい、僕のこと、そういう地域がありますけど、はい、そこでですね、僕 あの知り合いになった方が、はい、実は高江でペンションしてるっていう、でこの高江っていうところが本当にね、はい、全く人がいないんですよ。で全くですか、いなくて、で街灯もない、でただもう広がって前に目の前に広がってるのが海っていう、はい、そういうすごいなんかところがあって、はい、2泊3日してきたんですけど、はい、すごく自然を満喫してきました、はい、でね、面白いのか、はい、あれいるじゃないですか、飛べないの、飛べない鳥、ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナの、はい、あれ撮ったんですよ、声声を取ったんですか。そう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 、鳴き声取ったんで、はい、ちょっと後で流しましょうね。はい、いいですね。ヤンバルクイナの鳴き声。聞いたことあります？ないですね、多分。ない。はい、生で見たこともないよね。多分ないですね。じゃ、結構向こうの方、ドライブしてる人とか、はい、アウトドアが好きな人たちは、国頭村の阿波という、はい、地域があるんですけど、はい、そこでよく歩いてるのは目撃するよっていう話があって、で僕目撃することはなかったんですけども、はい、あっちこっちで鳴き声聞こえました。ヤンバルクイナって分かったんですか？教えてもらったんですか？教えてもらって、こんな音だよってこの人が録音してるやつを聞いて、はい、あ、こんな音なんだと思って、はい、それで夕方ふーって普通にまあコーヒー飲みながら、空を見てたんですけど、はい、そしたらもうあっちこっちで四方八方からヤンバルクイナの声がケッ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 っていうわけさ。びっくりしたね。すごい大自然ですね。大自然ですよ。いやー、こんなにヤンバルクイナってね、もう30年以上生きて全然聞いたこともないのに、あ、こんなって聞けるんだなっていう、初めてそういう経験しましたけどね。ということで、今日は、はい、のテーマはアウトドアということで、ぜひぜひ、皆さんなんかアウトドアにまつわる、お話などありましたら、はい、メールいただければと思います。メールアドレスの方をちょっとマーナーから紹介していただいていいですか？はい、761@fmkoza.jp です。はい、今日も、今日もじゃあ最後までよろしく、お願いします。はい、
はい、お届けします。水曜日のベジラジでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのさ、はい、あの昨日ですね。はい、昨日、はい、8時、夜の8時からなんですけど、はい、始まりましたね。こちらの方でお借りしまして、はい、三線教室を、はい、場を提供させていただき、ありがとうございました。はい、いい雰囲気でしたね、この。ですね、なんか、個人的にも、はい、小座で、できるっていうのは非常に嬉しいなと、はい、で僕ド S なんですよ、はい、はい、あれなんですよ、うん、結構うるさいんですね、はい、なので、はい、そんな感じでも大丈夫かということで、はい、うん、2人、はい、まあ、3名いるんですけども、はい、やりたいという人が、はい、ド M の人がいまして、まあこんな僕でも大丈夫だと、はい、いうことなので、ド S 三線教室ですけどもね、やっていきたいと思ってますので、はい、毎週火曜日ですよね。毎週火曜日のね、はい、夜8時から1時間半なんですけどね、はい、まあ、民謡ももちろんそうなんですけど、はい、僕結構独特で、はい、まあ、一般的に言ったら後で歌えろみたいな感じで、はい、まあ、そういう流れあるじゃないですか、はい、自分の場合も僕が、あ、これいいなと思った弾き方とか、はい、あ、これはこの、とっても上手な人とか、はい、の人たちに共通する部分っていうのが必ず弾き方にあるんですね。で、これは、誰も彼もってみんなこう、やっぱ教える機会もないですし、はい、やっぱ、結構無意識に意外とやってたりとかもする方もいたりとかするんですね。はい、で、やっぱり まあ、三線もずっと弾いてたりとか、楽器を結構楽しんでる方だと、はい、意外とそのコツを見つけるのは早いんですけれども、はい、そうじゃない方とかは、なかなかそこがですね、たどり着けなくて、とっても上手になって免許とか、三線の免許とか持ってる方でも、はい、なかなかここを、ポイント押さえたらいいのになっていう部分がたくさんあるんですよ。でも最初からそれを基本として身につけた方が一番いいなっていうのがあるので、はい、うん、これとっても役立つなっていうのがたくさんあるんですね、はい、うん、だからそういうものを中心として、はい、始めていこうと思ってるので、ぜひド M の方は、はい、ド S の、はい、僕に、の、習いたいなと思う方はですね、はい、ぜひお声かけしていただければ、心よく対応しますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、でね、はい、ヤンバルクイナーの話に戻っていいですか？はい、どうぞ、うん。で、僕感動したんですよ、はい。ヤンバルクイナーって本当に見たこともないし、そうですよね、泣くって知ってました？うん、その前に泣くっていうのは聞いてたんですけど、泣き声とかは知らなくて。うん、知らないさ、わからんよね。わ、はい、うん、からないから、はい、とっても嬉しかったんですね。はい、ヤンバルクイナの鳴き声が聞こえたというふうに、はい、まあ、誇りにも思ったぐらいだったんですけど、はい、そして自慢しようと思ってたら、はい、友達から連絡があって、はい、YouTube に番内アップされてるよって、はい、あったんですね。うん、では、正直、まあ、しょうもないかもしれないんですけれども、はい、僕の録音したの聞いてもらっていいですか？はい、あ、どうぞ。ヤスさんが撮った。そうそうそう。ヤンバルクイナ。ヤンバルクイナの声。でも本当に高江っていうね、はい、東村の町は、とっても、いい自然で、はい、素晴らしい景色でした。じゃあちょっと流してみましょうね。はい。いきますよ。はい。じゃあもう一回やっていい？高い、はい、高い声ですね。よ、最初で、キャッ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 、はい、タモリさんがよく真似してたさ、あの鳥の真似とかやってたさ、あんな風じ、ちょっともう一回聞いてみましょうね。はい、もう一度。めっちゃ鳴ってる。すごいですね、うん。これがずっと聞こえてたんですか？そう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 。これがさ、ヤンバルクイナの声っていうのを確認しました。はい、で、これを YouTube で検索したら、たくさんこんな声いっぱい入ってますので、いろんな人がアップしてますから。探してもすぐに聞ける。うん、すぐに。だから、ヤンバルクイナの声聞きたいなと思った方は、はい、ヤンバルクイナの鳴き声で検索すれば、う
たくさん出てきますから。ヤスさんはアップしないですか？自分はしないです。あの YouTube でアップしたら、あのあ 何個かアップしてるんですよ、はい、あのライブのやつとか。あ、そうなんですね。でもあの今のところないんですけど、はい、あの これからさ、このあのいいねのマーク、グッドと反対のマーク、あれつくのとっても嫌だ、最初は。いいねもダメなんですか？あ、別にいいねだったらいいさ。いいねはいいけど、あ、このバットがつくのが。なんでやって。いやに言われたくねえやっていう。な、わかります、なんで。わかります、なんか。これはないでしょっていうのがあるから。はい、うん。それまあ、たぶんこれやったら。はい、たくさん来るんですか？こういうこのね、親指下に向けたマークがつくかもしれないっていう。はい、そういう恐れがありますので、恐れがあるので、はい、じゃあアップしないということで、精神的に悪いなっていうね、はい、自己防衛のためにやりたくないっていう、はい、そういう気持ちで。なるほどねえ、みんな YouTube アップしてる人みんないる、知ってる？私の周りでは特にいないんですけど、うん、でもあのたまにこのギターの弾き語りしてる人のやつとかはよく見てました。誰のよ、友達 の知らない人のっていうんですか？全く知らない。私がこの弾きたいなと思ってる曲をカバーしてる人とかいるじゃないですか。 ああいうのを結構探してみたりはしてました。あ、するんだ、はい、あの電子もうすまさお家でやってますよみたいなでしょ、はい、いますよ、はい、ありますよね。そういうやつたまに見て、あ、こうやって弾いてるんだとかっていうのを見てました。あ、そうなんだ、はい、あ、手を見るっていうね、手とか、うん、なんかたまに歌い方というか、なんかこのあるじゃないですか。電子見てるな。結構見てます。電子見てるね。あ、こんな人活用するんだ。言うと思いますよ。うん。はい。あの車にさ、はい、あのブルーなんとかってあるさ、あのブルートゥースっていうの、はいはい、あれでこのなんていうの、あのあれ、あの無線みたいなのでこれ流せるさ、ね、無線って流せるさ、はい、あれであの例えばこうやってなんか自分の好きなの流したいなっていう時に、あのなんかあの夕日の画像と一緒にこのアーティストの名前とあの曲名がねあって、プンと押してるこいつのカラオケーシーみたいなのとかあるさ、すぐ変えるからね。ありますよ、びっくりするよあれ。わかります。いや、カラオケって書けよみたいなあるさ、はい、でも意外と上手だったら一応、うん、じゃあ最後まで聞いてみたいなってなるいうのはたまにいるからね。そうなんですよね、はい、だああいうのをじゃあ見てる、はい、見て、最近はちょっと見てないんですけど、一時期、うん、結構見てましたね。あ、はい、見てた、チラ見してた。チラ見。あ、いいやーなーなー、デイジナトーさん。ガン見しながら、チラ見しながら。いやいや、あ、そうですか、はい。そういう活用方法っていうのはあるんだなーっていうのね。あると思います。ねえ、はい、もう本当にぜひね、僕 の, あの YouTube のチャンネルは絶対ね、はい、ぜひ、見ないでほしいなと思うんですけど。見ないでほしい、ね。今、ぜひ見ますって言おうと思ったんですけど。あ、そうね。はい、なんか再生回数はちょっとずつこうバーって、うん、増えてるけどね、はい、ちなみにマークはいいねのマーク、いいねのマークはターチくらい、ターチくらい2件で、この反対側はゼロ、はい、ゼロ、あ、うん、いい感じですね。いやいやいや1個でもついたらちょっと悲しくないですか？うん、もう、うん、あのあれプログラムはあの友達呼んで、はい、誰がやったか調べてもらいたいぐらい。まあ別にそうですけど、はい、まあド S なんで、はい、うん、あのそういう性格だということですね、はい、あの他人に危害は加えないので、はいはい、大丈夫です。わかりました。じゃあそろそろ曲いきます。曲、はい、お届けしましょうか。何がある？うん、あの先週かけれなかったものが結構だから、ね、先週チャーシャビリしてからね、ということだったので、うん、何曲名なんか何がありますか、はい、オーバーとか、はい、じゃあオーバーいきますか、はい、誰の曲かな、誰の曲か聞いてみますか。ちょっと書いていないので、ちょっと流しながらちょっと喋ってみていいですか、はいはい、じゃあ流します、ね、うん、ちょっと聞いてみよう、はい、あ、ミスチル、 あ聞こえる、これ、はい、マイク入ってます、はい、じゃあミスチルです、皆さん、はい、ミスチルのオーバー、じゃあ聞いてくださいね、はい、
はいよ、はい、マナー、はい、アウトドア行ったことある、はい、小学校の時に学童に通ってたので、はい、うん、そこで何回かキャンプをしましたね。キャンプしたことある、はい、キャンプ、ん、みんなで、みんなで、はい、家族で、家族ではなくて学童ではなく学童が多いですね。あ、そうなんだ、はい、俺野球部の時にはよく行ってたね、はい、うん、野球部のみんなでみたいな、野球部のみんなでキャンプ行って伊是名島、伊平屋島とか行ったりとか、あ、島に行くんですね、うん、ありましたね、はい、でも正直ですね、はい、一番他人と寝るのとっても大嫌いなんですねなので他人と寝るプラス、はい、キャンプとかなると虫が多いじゃないですか、はい、あ、多いですね、うん、でこれでしょっちゅう起きるんですね、はい、でもうずっと寝れないで、もうずっとこうシーンっていう中で、はい、ずっと起きるので、うん、結構しんどいんですよ、はい、はい、グーって寝れないタイプで、まあ、もうこれしょうがないかなと思って、はい、それ以来全く行ってないんですけども、はい、好きです好きでも好きなんですね好き、あ、自分は好きっていうか、やっぱこの万全にしてる状態だったら、はい、行きますよ、はい、でこの間はもう本当に、まあ、結構まあ古い感じのところで、はい、結構ですね、東さんの高江っていうのは芸能人の方がよく訪れるらしくて、で所ジョージさんとかよく来るらしい、はい、うん、で本当にね、別荘感覚のところだったんですね、はい、で本当にもう人通りもなくて、で川が流れてたりとかするんですよ、はい、でそこでね、スミレの花とか切っとって、はい、炒めたりとかしました、うん、あれをね、砂糖とまぶして、はい、昔琉球王朝で、うん、はい、お菓子として出してたんだって、はい、でそれをちょっと再現して食べたりとか、うん、でまたね、あっちで飲むね、コーヒーっていうのがめちゃくちゃ美味しいんですよ、はい、で、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、もちろんこう焙煎したものでね、うんうん、召し上がるのももちろん美味しいんですけど、はい、ああいうね、はい、自然だとインスタントでもめちゃくちゃ美味しくて、あ、うん、もうじゃあ雰囲気、そうそう、雰囲気がいい、うん、とっても良くて、はい、で太陽がすごく綺麗で、うん、でそこはね、龍神伝説っていうね、なんか神様が祀られてるっていう伝説があって、はい、で山と山の谷に、はい、雲が溜まるんですね、はい、その雲の、流れるこの様というのが、はい、龍のようだというような表現が昔あったらしくて、はい、そこからこの土地では龍がいるっていう、龍神がいるねっていうような伝説があったということなんですけども、本当によ、デルフージーの雰囲気だわけなんかもう夕方ぐらいになったら、うん、で、あーってヤンバルクイナの声も聞こえながら、はい、で、あ、イアンベアスだって、で、すごい満月だったんで、はい、あ、これとっても綺麗だなと、いう本当になんか幻想的な、はい、数日間を過ごすことができましたね、うん、いいですね、うん、だけどよ、まあ、はい、実はね、この東村の高江というところには、はい、僕が泊まっていた、ちょっと1キロぐらい離れたところに、はい、数年前に、米軍のヘリが墜落してしまったという、はい、そういうのがあって、ありましたね、そこ、そのまあ日をきっかけになるのか分からないけど、はい、まあ、この日もですね、僕はバイクの、はい、バイクで、バギーで、あちこち散歩してたんですよ、うん、ブーンって、はい、もう誰もいないところ、うんうん、そしたらね、たくさんなんかよ、人が並んでるわけ、はい、で、なんかなと思ったら機動隊だよ、機動隊がいて、本当に大自然だよ、はい、何もないんだよ、街灯もないのに、いるわけよ、部門来てからなんかこれなんかと思ったんだけど、こんな大自然でヤンバルクイナがわーってね、うん、キャキャキャって言って満月が綺麗で虫の音がすごく綺麗なところで、うん、もうすごいなんかさ、もう厳重態勢で、はい、まあ、いて、はい、まあ、それがね、そのギャップ感がね、うん、結構ね、ちょっとまあ心にね、が痛むようなちょっと光景であったけどね、はい、そうですよね、あんな大自然の中で、うんうん、だからすごいその正反対な感じの感覚がね、あ、なんか、まあ、沖縄の人間として、はい、うん、まあ、生きてるし、まあ、育ったし、はい、まあ、そこで生活してるものとして、うん、本当になんかこう沖縄の自然とかさ、例えば問題でもあったりとか、はい、まあ、もとも、ね、うん、いいこともそうなんですけど、イベントであったり、うん、特産物であったり、まあ、そういったものも全部ひっくるめていろんな面をやっぱり経験して体感していかないと、うん、やっぱ沖縄の人として、はい、自分自身ダメだなというところもたくさんあったので、はい、いろんなところにやっぱ行ってみるもんですね、うん、
そうですね、うん、実際にそこに行かないとね、何もわからないようなことがたくさんあったりとかもするので、はい、うん、すごくいい経験しましたけどね、はい、いいあれですね、うん、本当に経験になったなりましたね、うん、でもだんだんなんだ、夜になったらさ、はい、怖くなるわけ怖そうですね、本当に何もないわけよ、街灯もないしさ、人もいないじゃん、はい、でそこテレビもないし、うん、もうただ静かにもう波の音が遠くでわーって流れてて、はい、うん、その音をまあ聞きながら、うん、なんていうのかな、もう過ごすっていう形なんだけど、はい、うん、いややっぱりなんかこうなんていうのかな、ああいう大自然の公園の中っていうのはね、はい、まあなんていうのかな、こう人をもこう寄せ付けないような、はい、まあ、オーラっていうか、うん、そういうイメージありますよね、はい、うん、でそこでね、すごく勉強になったことがあったんですけど、はい、うん、地元の人に聞いたんですね、はい、いやこんなね大自然の綺麗な中で、うん、なんかホテル建設とかね、なんかそういうのがあったらなんかちょっと寂しいですよねっていうような話したら、はい、あ大丈夫だよって言ったわけなんで大丈夫なのって言ったら、世界遺産に指定される話あるよっていう話をしてた、そうなんですね、ヤンバルのね、そう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 、全体が、お世界遺産だ、じゃあ指定されたら守られるから建物とかも増えることなんかないんだろうねっていう話して、うん、たら、うん、そうだねっていう話はしてたよね、うん、うん、だからああいうところを見ると、はい、やっぱ自然保護ってすごく大切だなというのね、うん、そうですよね、うん、非常にとっても感じました、はい、うん、楽しそうですね、楽しいですよストレスフリーな生活を過ごしましたか、です結構なんかあれいっぱいあったよ、はい、東村、まあ、車でよ、はい、また1時間ぐらいかけたら、東村の、あれがあるわけ、役場とかあるところがあって、あ、はい、つつじ祭りとかやってるところがあるさ ね、 つつじ祭りやってますね、マラソン走ったことあるけどさ、自分もあっちの、はい、つつじ祭りマラソンよ、デージきついよきついですか完走できたんですか、完走できました、はい、ほら人に見られてるっていう意識だけで動くタイプなんで、はい、ただそれのためだけに、はいはい、っていう感じでやったんですけど、はい、宮里愛ちゃんのお家とかさ あるわけ、はい、うん、おお大きいなみたいなね、あったりとか、結構ねスポーツ選手とかでも、はい、東村の出身の方多いみたいですよ、うん、そうなんですね、うん、東村ぜひ、まあ、行って、はい、行ってみたいです、うん、行ってほしいなと思いますよ、はい、うん、うん、じゃあもう一曲なんか流すか、はいはい、あ、してからよ、はい、あれ自分さ、あれしていい、あ、はい、さ、聞きたい曲があったわけ、はい、無性に、はい、朝からこの曲がもうバン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 流れてて、はい、で急いでこっち来る前に、はい、あれしたわけ、あっち行ったわけ、読谷の蔦屋、はい、地元ですね、うん、10時15分に蔦屋で借りて、はい、でここ に、 こっちに、10時40分ぐらいに着いたんだけど、うん、そうですね、うん、急いで帰ったから、はい、ちょっと流してみて、はい、流してもらうっていうのはいいんですけど、何曲目がいいか、曲名がわからないんですね、曲順もわからないんですよ、だから大体よ、はい、10番ぐらいから流してほしいわけ、はい、で違うかったらパンパンパンってから、はい、次行ってみようっていうから、じゃあとりあえず10番から、うん、でアースウィンド&ファイヤーってあるさ、はい、アース&ウィンド、え、どっち、アースウィンド、アースウィンド&ファイヤー、うん、が好きで、はい、うん、この曲聴きたいなって今日すごい思ったんですよ、はいはい、でこれちょっと聴きたいな、はい、では流しましょうね、はい、はい、何番、10番からまず流してもらっていい、はい、あ、違うな11番いきます、うん、次11番いってみよう、はい、あ、違う、これが俺が聴きたいのじゃない、あ、違う、あ、違うな残念、なかなか見当たらない、あ、これ、あ、これかもしんない、これですか、うん、じゃあ行ってみよう、はい、
はい、お届けした曲は After the Love Has Gone でした。これはどういう意味ですかね、はい、After Has ね、何ですかね、愛が、うん、愛が去った後みたいな感じだと思います。いや、なんでな勉強しました。あ、いや違います。石井ジュニア、石井ジュニアで小学校の時から石井ではなかったんですけど、いやいいですねそうなんだ、はい、英語、英語やってました、うん、あの英語使う機会ってあります、喋る機会っていうか。この大学の時とかはやっぱもう習ってるのであれだったんですけど、うんうん、いざ働いてからとなるとあんまりないですね。ですよね、うん、最近英語使う機会が増えてきそうなんですけども、はい、まあ、英語喋れないんですね、はい、喋れないんですけども、最近ね、家のよすぐ向かいに空手道場があるわけ、はい、でなんかもうバシ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  やってるから、はい、行きたくなって行ったんですよ、はい、この間月曜日に行ったんですけど、そしたらすぐによ外人なんかと一緒にやらされて、はい、うん、で板割りとかもやらされるわけ、いきなり、いきなりめちゃくちゃ痛くて、はい、手が今もう足も痛くて、はい、こっちも痛いんですけどアメリカンと組手するさ、はい、自由組手ってなって、フリーで、フリーで、うん、まあできる感じでっていう感じで、はい、めちゃくちゃもうメキシュってくるわけデジだよ、もうかけんねえよってな あっちもヒートアップしてくるから、ね、自分もヒートアップしないといけんさね、うんっていうところで、でそんなのあったんで、はい、仲良くなったんですね。そしたらいろいろなんか話してたら、はい、結構やっぱり空手っていうのが、はい、アメリカの方とか、うん、その世界中でもやっぱりすごく愛されてるんだなっていうのをすごく感じることがたくさんあって、いややっぱ沖縄の人として、はい、なんか嫌さ、うん、やってませんみたいな、なんかね、ま、舐められてるさね、うん、完全に舐められるし。はい、でなんかまた黒帯巻いてるの見たらわじわじしてくるわけさな、分かる、はい、なんか自分だけ取り残されてるっていうね、うん、みんな100点満点だけど自分だけ1点みたいな感じになって、うん、まあ、だからやっぱり男としては、はい、やっぱこれはやらんとなっていうことで、うん、また通うかなと思ってるんですけど、通うんですか、うん、通う頑張ります、はい、でまあこれで英語喋ったっていうだけの話なんですけど、うん、会話できました、いやできなかったですね。できなかったです。もうあれです、インスピレーションだけです、身振り手振りを使って、身振り手振りで、でもね、人がそのアメリカが俺の、はい、思い切って腕を打ってきたアメリカが、はい、この人が住んでるところが家の斜め向かいで、へっていうの分かって、はい、おいや近いやしってなって君こっちではってなってからお前ハウスって言って、あ、イージーとか言ってるわけ。おお、いいねって言って。っていう話をしましたけどね。でも会う機会も増えそうですね。増えると思います。はい、はい。アメリカの宣材欲しいわけ、自分。ああ、セブンなんとかって分かる？とっても上等だよ。セブン、ん？セブンスジェネレーションっていうのよ。っていうのがあるんですか？もう無添加で、はい、とっても汚れ落ちるわけよ。死に高いわけ、はい。アマゾンで見たら分かるんですけど。はあっていう、はい、1万円みたいな、このサイズでっていう感じがあって、だからね、PX 連れて行ってほしいなって、うん、ちょっと微妙に期待しながら、はい、仲良くなればでも、うん、なんか仲良くなろうと思って行こうぜみたいな感じで、はい、はい、Go! セブンスジェネレーション連れてってくれるかもしれない、うん、もう潜在目的っていうね、はい、うん、そんな感じで、はい、ちょっとね、うん、絡んでみたいなと、はい、じゃあ英語の勉強も、英語勉強したいです ね、 ですね、はい、インド行って以来全然やってないです、うん、自分ね、はい、あれやってましたよ、英語の勉強として、はい、あれやってました、ビートルズとかジョン・レノンが好きだったので、はい、ジョン・レノンのイマジン、はい、イマジン・オー・ザ・ピーポー、あるさ、あの歌詞を調べて、はい、こんな風に使うんだ、こんな風に使うんだみたいな感じでやってた、はい、一時期 ありますよね、私も、うん、なんかそれで勉強というか、うん、先生にそうの方が覚えやすいよって言われて、うんうん、でやったりとかしてました。何の曲でやりました？あ、ビートルズもそうですし、おやった、はい、何て曲、あと何ですかね、うん、ビートルズの、うん、でも結構いろいろ All You Need Is Love、うん、とか授業では先生たちそういうの使ってましたね。ああ、でもあれね、はい、結構簡単な歌詞だよね。はい、
そうなんです、うんうんうん、噂をしたら、あの今次の番組に出る江戸先生がいらっしゃいましたよ今。なんで江戸先生江戸先生っていう英語を教えてる方がいるんですよ、うん、多分この後の今日の番組に出るんだと思います、うん、あこの人から習ったわけあではないです全く違うんですけど、あ違うわけ、今目の前に江戸先生が現れた、なるほどと思って、じゃあなんかあれだね、いかがですか、あのイングリッシュウェーブが来てるね、はい来てますね、私たちの中に、はい、ぜひ学んでいきましょう学びたいですよね、はい、方言とかねしょっちゅう勉強してたんですけど、はい、やっぱり英語もねちょっとね、はい、頑張りたいなと思ってますけどね、はい、はい、じゃあもう一回なんか曲いきましょうか、はい、曲いく前に CM いくか、 CM いきましょうか、うん、もう怒られるので、では一旦 CM です、はい、はい、どうぞ、はい、何流しますか、CM 明けからすぐ流します、 CM 明けからすぐ流します、うん、息子を聞きましょうか、はい、息子っていう曲、うん、あ、あと5分、すごいな、英語やったんだ、英語でも内縄口もでもやっぱ勉強したいなっていうのはあるんですよね、うん、それこそこのさっき安さんが言ったみたいに沖縄なのにわからないっていう、なんか、ね、それをね、それがちょっと、うん、そういうのってちょっと引っかかりますよね、引っかかりますね、じゃあ曲を、まあ、あの流して、はい、もし息子が終わったらまた次の曲、はい、あ、わかりました、はい、ちょっとボリューム下げて、はい、何でもいいですか息子の後は、うん、息子とベーンって始まって、はい、そこからちょっとビーンって下ろして喋るって感じしましょうか、わ、うんはい、かりました、ギノワンにもよく行くんです。FM ギノワンのことです。あっちでも働いてるわけ。あっちでも。え、こっち正社員じゃないの？こっちも5つ。なんかもともと一応ギノワンに行く予定のあれで。同じ会社なの？なんか見てる人が一緒みたいな。経営者は違う。経営者は一緒。あ、別ですね。別なんだ。奥畳を、あ、そうなんだ、じゃあ微妙に下げるか、はい、奥田民生の、息子を流しながらですね、まあもうそろそろエンディングですからね、もう12分24秒しかないですから細かく、いやいやいや、はい、だから本当にね、沖縄のね、はい、文化っていうかたくさん、うん、まだまだもっと知らないことがたくさんあって、はいはい、逆にさ、俺さ、とってもよ、なんかよ、最近よ、うん、なんかまあ、ちょっと問題かなと思ったのが、はい、そのペンションを紹介してくれた方がいるんだけど、はいはい、この人はよ、沖縄のさ、はい、基地の中で、はい、働いていたということで、はい、30年、35年ぐらいずっと勤めてたよって話だったわけ、はい、でこの人は、まあ、沖縄にもずっと長い間いるもんだから、はい、いろんなこと知ってるわけよね、で俺が知らない沖縄のことをたくさん知ってて、はい、うん、で本土の方だよ出身は、はい、うん、だけど俺よりいっぱい知ってることがたくさんあったりとか、はい、地域のこととか、特産物のこととかたくさん知ってるものを、まあ、知ってらっしゃるんだなっていう、まあ、もちろんね年齢もまあ僕よりももっとね、
二回りももっと上の人だから、はい、あれなんだけど、やっぱりこのなんていうのかな、文化とかのそうですけども、はい、まあ、食とか、言葉だったり、うん、まあそういったこともね、やっぱりね、県民意識としては、はい、やっぱ高めていかないといけないのかなということをね、うん、僕自身はすごく感じてしまったので、はい、うん、ちょっとね勉強したいなということとか、また時間をかけていろいろね、はい、本当に調べたりとかすることって非常に大切だなと思うことはたくさん最近ね、はい、うん、あるんですね。あるんですか。うん、でまた来週は東京行くんですよ。あ、そういう時もね、なんかいろいろ沖縄のこととか聞かれるさ、はい、だから、ね、いっぱいねいろんなことも食べたりとかね、うん、飲んだりとか、はい、しないといけないなっていうのをちょっと思ってて、うん、はい、酒飲みます、島酒。島は飲めないですね、うん、僕もね、はい、飲めないんですね、はい、うん、だからね、飲めるようにならないとって感じです。そうそう、沖縄の人で、はい、あっち向こう行ったらさ、沖縄の人だから、はい、島は何飲むんですかとかって聞かれるさ、はい、言われますね、よく、はい、いや、あんま飲まないですよって、みたいなすぐそこですもんね、お酒強いんでしょうからみたいなね、入りますよね、入りますけどね、うん、で意外とみんなさ、結構俺なんかよりも島酒のこと詳しかったりとか、はい、観光客の人とかね、うん、で食に関してもそうだし、はい、ポークどっちがいいとか聞かれたことある？それはないですね。缶詰のポーク、チューリップ派ね、スパム派ねとか、うん、ホーメル派ねみたいな話、うん、地元ではたまにありますけど、ある、友達が、うん、私はチューリップ派みたいな、よく言うさ、はい、まあ、俺もチューリップがいいんだけど、はい、スパムの減塩、はい、薄塩よりも、うん、はい、まあそれの方がいいかなという感じではあるんですけどね、うん、はい、たくさんだから、そのまだまだ自分たちが知らない沖縄のことっていっぱいあるんですね、はい、で一回よ、はい、あれ行ったことあるわけ、嘉手納飛行場があるさ、あ、はい、嘉手納飛行場の反対が、道反対があって、はい、フェンスでされてて、はい、入れないジャングルみたいになってるさ、はい、あっち入ったことある？入れないけど。入れない。もうよ、これ、まあ、時効だからいいと思うんですけど、はいはい、小学校ね、何歳ぐらいだったかな、10歳ぐらいかな、はい、10歳ぐらいの時に、このフェンスがさ、ちょうど破壊されてて、はい、小さい丸い穴があって、で、そこのさ、はい、フェンスには、まだ手榴弾とかがあるから、絶対に立ち入り禁止ですよって書かれてるわけ。はい、でも穴開いてるしってなって、冒険したいなって言ってから、親戚のやつと一緒に入ったんですよ。はい、で、入って、もうクソゴーって分けていって入って、もうほんとジャングルだわけ。で、車の音も聞こえなくなるぐらいに、ずっと進んでいったら、ものすごい綺麗な川があって、ほんと湖みたいになってるわけ。その湖みたいなところに、白鳥がよ、とかさ、もうこんなのいるわっていう、もう、子供の国かっていうぐらいのピンクのフラミンゴみたいなのもいるわけよ。本当にいるの。で、この魚にさ、はい、たくさん、川の中に、たくさんの大きい綺麗な魚がビシャビシャビシャってたくさん飛んで、跳ねてて。もう本当にこれ、冗談かなと思って。もう楽園みたいな感じだわけ。で、鳥がもうたくさん小さい鳥がバーってチュー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 って鳴いてて。あれ見たときに本当にこれって沖縄ってもともとこうなったんだろうなと本当思ったからね、はい、本当びっくりする。本来の沖縄はそう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 ですよね、きっと、うん、おそらく本当にとっても恵まれてるような、うん、水だったり空気だったり、はい、動物だったりたくさんいたと思うよ、うん、あれ見たときに本当にあの時から初めて沖縄に興味持ったのはね、はい、かもしれないね、うん、行ってみる？開いてますか？まだ開いてますね。いや、閉まってた。あれは本当びっくりするよ。で、この話をたまたまさ、はい、この、人としたわけ。はい、このペンションの、うん、本土の方、出身との方とやったら、うん、いや、実は自分もってて、実は米軍時代に、米軍ではないけど、この基地時代にさ、にうん、ハマーで、はい、ハマーってマギー車があるさ、はい、ヤシナスよみたいな車がさ、大きいの。デジでかいの、はい。あれでさ、泥ぶった、なんで泥ぶったやって、なんていうの表現、泥道、泥んこ道。泥んこ道をもう飛ばすんだって。休日の日とかね、はい。で、この草とかさ、この、はい、小さい木とかをバーって倒しながら、はい、突進するらしいよ。で、バーって倒しながら行ったら、その泥んこ道の真ん中に、はい、
めちゃくちゃ巨大な大蛇いたよって言って話はしてたよ。ニシキヘビかっていうぐらいでかかった。くらいの大きいやつ。うん。って言ってたわけ。で、その話、で沖縄でほら大蛇っていないって言われてるさね、はい、やっぱいるよ。お、うん、やっぱいるんだと思うわけ、はい、で俺やっぱり俺あのフェンスの中に俺あの、はい、穴ぼこ開いてて、はい、それ侵入して入った時にジャングルがあったっていうのを見たから、はい、やっぱいると思う、うん、本当にいると思う。で嘉手納飛行場のその向かいの方は、はい、そのやらっていうところだわけさ、はい、でそこがずっと突き進んでいったりとかするともうちょっと行ったところに嘉手納のよ道の駅のもっと手前の方によ、はい、右側にさあれがあるわけ、大蛇が出るって言われてる湖があるの分かる、はい、分かんないです、うん、階段小さい階段があって、はい、降りていったら右岸所みたいなところがあって、はい、そこにあるわけよ、はい、その昔の伝説として大蛇がここにいましたと、はい、今あれだったんじゃん玉木満さん旅行行って言ったけどね、はい、うん、でそこにあの、はい、大蛇伝説っていうのがあったと。で生贄の、はい、なんとかが昔あってっていうようなそういう物語形式で書かれてはいるんですけれども、はい、ああいうのをさ本当にさまた自分たちが入り込めないような沖縄の中に、はい、この大蛇が実際にいたっていうのもそうなんですけど、はい、やっぱりなんかよあるんじゃないかなって自分思うわけ。マジでよ、はい、うん、本当にで本当にもうあ、ブルドーザーかっていうようなものが出るとかじゃないよ。うん、はい。じゃないよ。そこまでは行ったと思う。うん、そこまで、自分は、ムーとか好きじゃないよ。そこまで行かないそういう、うん、でも、そういう、なんか ET とか、そういうの、そういう話じゃないからね。うん、だいぶ事件を変わりますから、ね、うん、自分、雪男とか、なんとか、ああいうのじゃない。ああいうのじゃない。うん、ああいうのじゃないけど、はい、めちゃくちゃでかいやつってやっぱいるんだと思うわけ。いると思います。うん。うん、だから、やっぱりよ、なんかその、東村の、はい、その高江にまつわる竜神伝説もそうなんですけど、はい、本当に、それも本当によ、なんて待って、はいはい、100メートルぐらいの、あれが、いるとか思ってないからね。はい、いいか実際にうん、ありそうな、うん、でもさ、まあ、こういう実際にあるかないかとは別として、はい、目に見えない形では、はい、もしかしたら竜の神様とか、はい、蛇の神様っているんじゃないかなって思うのがあって、うん、もうあと3分だけどいいね、はい、またいいですか喋、はい、りますよ、はい、こんな話があるわけ、はい、昔タクシー運転手とか言われなかった、はい、大蛇とか蛇とか見たら、はいはい、車で茶引きしてるよって言って殺すまで聞いたことないです。ない、はい、俺しょっちゅう言われたわけ。に引いて、はい、もう引いて乗っかってまたハンドルもっと切れってぐじゅぐじゅぐじゅって、それ死ぬさ、はい、蛇が死にますね。まだやれよって言うわけさ。そこまで。うん、でそれぐらい蛇っていうのが通りかかったりとかしたら、はい、悪いことが起こるとか何かその念っていうのがやっぱり動物ってもあるさね、はいはい、うん。そういう念っていうのはやっぱりどんな動物でもあるから。はい、それがつく可能性もあるというふうに本当に信じられているわけさ。だから必ずよ、だからタクシー運転手、なんでタクシー運転手やんばっていつも思うけど、タクシー運転手からはよく言われる。うん。茶引きしか、茶、もうバンレイドよって、バックしてから、また前って、またバックしてからってから。なんか逆に恨まれそうじゃないですか。でもやっぱ負けたらダメなんじゃん。っていう話はあるわけさ。そうですけどね、そこまで引いたら、うん、でこんな話聞いてたら、はい、ああそうなんだって思うさ、はい、で前よプロレスラーのよ、はい、前田明ってわかります？名前聞いたことある、うん、総合格闘技の、はい、まあ、すごい、まあ、結構有名な方なんですけど、はい、この前田明が、はい、テレビ番組出た時に、はい、実はですねと、はい、自分は富士山に昔行った時に、はい、竜が出たんですよって話をしてたわけ、はい、で竜何みたいな話さ、はい、でこの証拠の写真もあるんですよって見せたら、はい、雲がさ、はい、本当に竜の形してるわけ、手があって口があってこうわーってこう、うん、もう完全に竜だわけ。で自分も富士山行ったことあるからわかるけど、はい、もうとっても特殊なところだわけ、はい、本当に竜がこうやってわーっていって泳いでから天にゆーって消えてったんだよって話を何名かで見たっていう話があって、はい、そんなのねやっぱりね聞いたりとかすると、はい、やっぱり沖縄にまつわるその伝説とか、うん、神話とかっていうのは、はい、やっぱり実際にそれが、うん、実際にそれもものとしてガツンってあるっていうわけじゃなくて、
何らかの形で、うん、あるんだと思うさ、うん、まあ、見えなくとも、そう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 、だから自分キジムナー見たっていう人本当わかるからね、うん、本当にあるわけ、はい、そういう話が。でも実際に、はい、あの本当にあの、まあ、あの話戻りますけれども、はいはい、あの雪男とかあのドレキュラとか、はい、ああいうあのムーの世界の感じではないですけどね、はい、やっぱりそういう話は、うん、あのちょくちょく聞くので、はい、意外とね、なんかあの、まあ、僕なんかが、まあ、実際に今生活してる中で、はい、まあ、分からないような世界観がもしかしてあるのかなとか、そういうのもあのいろんな土地と回っていくと、うん、はい、あるんだろうなとか、まあ、それをそれの元にそのまた自然とかそういったね生きてることっていうのをまあ充実させながら大切に生きていけたればいいなというような、そういうようなことをなんか伝えたいのかななんてね思っています。はい、いいですね、アウトドア、たまにはこう大自然に出てみて、うん、だからそういうこの気分を味わってですね、ぜひ皆さん今週末でもどうぞ、生きてほしいと思います。それではまた来週お会いしましょう。それではさよなら。